知恵袋でこちらのご質問を見つけました。 C++ で while 文を利用して引き算により整数の割り算を実現するというお話で、小と余りが必要。これをね、見てましてね、ちょっと思い出したんですけど、昔ね、掛け算と割り算の命令がなかったんですよ。ですからね、掛け算をやるには足し算、割り算をやるには引き算、実際にそうしてたわけです。アセンブラの話ですね。C 言語では、もちろんね、そういう演算子としては存在していたわけですが、しかしその C 言語の掛け算割り算がですね、結局その機械語になるときに足し算引き算になっていたと。で、自前で、自前でというか C 言語を大体コンパイラー持ってなかったしね、初めね。だからアセンブラ、いや、っていうかアセンブラ自体もなかった、持ってませんでした。はい。いや、だからちょっとそんなことを思い出しましたね。はい、それでは実際のプログラムをお見せして解説させていただこうと思います。はい、これが作ったプログラムなんですけども、小と余りが必要とのことですので、結果構造体というものを作りました。従いまして、このホワイル文を利用して引き算により整数の割り算を実現する関数の戻り値の方がですね、結果としました。それで引数なんですけども、ご相談は整数ということですから、当然イント型が想起される。だけどここではアンサインドとしています。ダメじゃないと、イントがないじゃないかと。いやそれはあります、ちゃんとあります。はい、ありますけどね、計算のこの基本はアンサインドになります。アンサインドで、このようにね、引き算を行って計算をして、でイント型、符号付きだよとなれば、符号についてねちょっといじると、結果を、そんな感じなんですね。はい、それではアンサインド型の引数を受けるこの関数の動きなんですけれども、まず、だからこの a÷b を計算するんだが、 b が0だとダメですよね。はい、そんなわけで例外を投入しています。インバリッドアーギュメントということでね、助数が0でしたと。で、 b が0じゃないよとなった場合、まずね、小をですね0にしておく。で、余りを a そのものにしておく。で、引き算ってこれ減っていきますからね、余りが。そういう感じです。それからね、この i というそのなんていうかね、ビットのシフト回数、これをね、最初はサイズオブ b ですから、 b はだから典型的には4バイト。で、キャラビットっていうのは8ですからね。C は32とか、I は32というところからスタートをまずしますよと。で、ホワイル文です。余りが B より、B 以上と。そうですよね、このホワイル文で。余りがだって B より小さくなったら、それがもう答えだから。終わりと。なんで、ホワイル文の条件としては、余りが B 以上であること。B 以上であればね、B を引いていけばいいから。はい、それで次に、B をですね、I が、ね、さっきね、32というふうにお話をさせていただきましたが、ここで、まず I を1引きます。ですから、31になったりすると。で、B を31回左にシフトするんですよと。まず大きい数からね、出していこうじゃないかと。だけど、だいたいそんなね、31回もシフトしちゃったら、もう桁あふれしちゃうじゃないですかということで、B の値、D の値、比較をしております。
D がね大きくなればいいわけですよ、値がね。だけど大きくなってなくて小さくなったりしたら桁あふれなんでしょそれは、みたいな、そういうイメージでこの if 文がまずある、次に余りが D よりも大きいと、引き算は今ねここでこういう感じでね引き算をやろうとしてるわけだけど、いやそんなに余ってないしという場合にね引いちゃダメですから、はい、そういう if 文が入っている。で、あこれ引けるねとこのね条件が整えば余りからその D をねこれですねこれ引くわけです。それと同時に小の方にはですね1をその i ねの分だけシフトした値を小にですね加えていっていると。プラスイコールでもまあ良かったんですけども、まあ、or の方がね軽いですよね、そういう意味です、はい。とか、まあ、そんなわけでこのホワイル文ぐるぐる回りますと小と余りが得られると。なんで、リターン文で、結果を返すとこういうわけです。そして、はい、イント型ちゃんとね符号を考慮した、関数です。まず A が負なのかなと、 A が0より小さいかなと、B が負であるかと、まあ、これ一旦確認しておきます。で、まあ、これ早い話絶対値ですね、これね ABS と書いてもよかったんでしょうけど、まあ、しかしせっかくこれ負かどうかのねフラグ取得してますんでこれを使おうじゃないかというわけで、 A が負ですよとこういう場合はマイナス A とすることで符号を取る、 B が負だったらマイナス B で符号を取る、こんな感じで先ほどのアンサインドバージョンの関数を呼び出します。で戻り値は C ということで取ります。そしてこのイント型式数を取るこの関数としての戻り値をここで作ってるんですけれども、これね同符号って意味ですね。A と B が同符号であったとき、小はね、そのままですよ。プラスですね。それで、そうじゃないんですよと。異符号でして。異符号だったらマイナスになりますよね。まあね。はい。で、次にこの、A がネガティブのときは、あまりもネガティブでしょうっていう考え方。なんでマイナスと。A がネガティブじゃないのにあまりネガティブだったらおかしいですよね。まあ、符号はそのままとプラスと。こんな感じで戻り値を作っていると、はい。テスト用のメイン関数です。こちらはですね、通常のこのスラッシュで割り算、このパーセントで余りを求める。通常の計算方法による結果と、今回作ったこの引き算による結果、まあ、両方出力して大丈夫だよねと合ってるよねっていうのをね確認すると、まあ、こんな体裁になっております。まあ、それと先ほど言いましたそのゼロ乗算のあれが例外がねこれで、ね、インバリッドアギュメントで例外を投入していますので、まあ、そうなった場合はここで例外を補足するとこういうことにしております。ちょっとじゃあ実行してみますね。じゃあ25÷3に大丈夫ですね。上が今回作った処理で計算した結果です。いいです。じゃあ25÷3にいい大丈夫大丈夫。マイナスでやってみようか。マイナス255いいですね。こちら側がマイナス。あ、両方ね。両方マイナス。マイナス255、マイナス32。これも大丈夫。大丈夫だと思いますよ。こんな感じで。もっとね、大きな数。あ、ギリギリの数入れたらどうなるのかって、ちょっとね、心配だったんですけども、まあ、大丈夫ですよ。
一応ワンサインドキャラクターにこうね1バイトにしてちょっと様子を見たり先ほどやってたんですけども大丈夫ですよ。はい、そんなわけです。なかなか興味深いお尋ねだったなというふうに思います。一見するとなんかね簡単そうなお尋ねのように見えて、簡単って言えば簡単だけど、ちょっとね大丈夫かなと確認しながらね作りました。作ってる過程をねお見せしようかなと思ったんだけど、ちょっとね時間かかりましたね。ちょっとだから動画で全部お見せするっていうのはあんまり向かないかなというふうに思いました。まあそんだけ私にとってはちょっと難しかった、意外と難しかったということです。ご覧いただきましてありがとうございました。これで終わります。